ナモンビーツ、前回ねちょっと盛り上がった性格診断、あったと思うんですけど、さっきやりました私。お、さて結果は？いや、ちなみにその特徴として4タイプありまして、プロモーター、サポーター、コントローラー、アナライザー、この4つのタイプに分かれておりまして、まあ、プロモーターは注目こそがやる気の源、ほらほら行くぜみたいな感じですね。特徴的なのだと、人と活気のあることをするのが大好きで、ノリと勘と衝動だけで動けるっていう、もう聞いてるだけで違うだろうなっていうタイプのプロモーターちょっとつぼおしみです、そしてサポーター、人間関係が何より大事、とにかくは調和ですねを構築するように行動する、全部任せるぞというようなことは苦手で重荷に感じることもある、こんなサポータータイプ。そしてコントローラー、人も場も支配しようとする。これねすごい私好きな一文があって、結論を急ぐ、結局何が言いたいのですかっていうね、すごい怖い私の言い方だよねこれね。でもそういうコントローラーさん。そしてアナライザー、現実を見据える冷静沈着慎重派、目標と現在が具体的なステップで明確につながって初めて行動へと移せられるっていうタイプの、この4タイプなんですけど、何だと思いますかね、聞いてくださってるリスナーの皆さんも。私、何っぽいですかね。僕はやっぱなんちゃんのあのステージでのお客さんたちのあの引っ張り方であったり盛り上げ方からして、プロモーターコントローラータイプのかなってちょっと思ってたんですけど、結局みんなのこと見ながら、結局みんな何がしたいんですかそんなにぴょんぴょん跳ねてみたいな言ったことも思ったこともないですけど、これは、なるほど、プロモーターかコントローラーか。あー、そうですね、まあ、プロモーター的な、感じはありますね。なるほど、診断結果はですね、さて、アナライザーでした。なんと、はい、あの現実を見据える冷静沈着慎重派なんといっても正確であるかどうかということにこだわる。おー、これどうかなと思って、サポーターと同じように無から有を作るのはあまり得意ではないって書いてあるんですけど、それになっちゃったね。私アルバム無から有を作りで、いやでも最初のコンセプトだけで、あとはお願いしますって言ってるから、そうなのかな。いやいや、でもコンセプト立てるってそれはもうすごいものを作ってますよ、から言うといえばそんな気がしますけどね。でも確かに読んでると、なるほどなるほどっていう感じで、行動の前に多くの情報を集め分析計画を立てるタイプ、まあいいからちょっとやってみるかなんてことはまずほとんどしない。確かに結構臆病なんですよ。急激な変化や結論をせかされるのは苦手、はい、苦手ですね。なるほど、と何でもいいからちょっと時間くれっていうタイプですね、っていうアナライザータイプなんですけど、でも、まあ、仕事をする上での私として考えて診断したらアナライザーだったんですけど、なんかこの結果だけ見ると素の自分はサポーターっぽいなって思いますね。わかんない、この東京にいる間に変わってしまったのかもしれないですけどでもね、確かにコンサートであえて盛り上げるのもみんなの気持ちをサポートしてるのかもしれない。なるほど、まあ、でもその和を構築するようにというのは、まさにその意識しているというか、みんなでこう同じ空間を楽しんで帰ってもらえたらいいなって思ってるから、そういうところもちょっとあるのかもしれないですけどね。ちなみにお二人は結果何だったんですか？僕はね、僕サポーターなんですよ。サポーター様、はい、もう我が大好き、我が大好き、はい、もう調和こそ、調和こそ全て我を出さない。ああ、ね、僕はね、プロモーターだったんですけど。プロモーターだったんですか？はい、そうなんですけど、待って、人と活気のあることが大好き、ノリと勘と衝動だけで動けちゃう。ノリと勘、まあ、勘と衝動は合ってますね。ノリはまあどうなんですかね、はい、あまりこう設計図を書いて始めないっていう、そうなんですね。ちゃんとちょうど真逆ですね。アナライザーは設計図が見えてこないと動きたくないんですよ。失敗したくないから。あ、もう作ったものに何かを感じてさらに積み上げるっていう、そこから調整してさらに良くしていくって感じですね。
いいですね。いや、楽しいですね。いい風に言うとですけどね。いやいや、もう全部いいように言っていきましょうよ、そこは。まあ、私はコントローラー様がいなかったのがね、ちょっと残念でもあり。結局何が言いたいのですか？怖いよ、怖いよ。ちょっと言われたいまであるみたいな感じなんです。どうですね、みたいな。ところなんですが、まあ、こんなね診断結果も出たところで1曲目いきましょうかね。はい、というわけで1曲目、ニーヤオートマタから残された場所、社交、チルアレンジバージョン。残された場所、社交、チルアレンジバージョンをお届けしました。というわけで、セッキーもニーヤオートマタ遊んだということで。はい、僕も当時あの知り合いの方が、サウンドのメイキングに関わってたと聞いたので、はい、もう井の一番にやって、あのすごくいい。いや、わかります、はい、それでショックのあまり、はい、もう会社に行きたくなくなってわかります。もうやめようみたいな会社をもう作るのやめようみたいな。あ、なるほど。しばらく見なかったですもんね、会社で。そうですね。本当の話適当に言われて、もう本当に傷ついた時の傷を癒してくれた曲でもありますけどね。そうですね、はい。まあ、今回はチルアレンジバージョンでしたけど、原曲の方はですはね、YouTube ミュージックで502万回再生されている人気曲ということで、502万回、あと雰囲気ももっとさらに落ち着いていて、そうですね、はい、私もニーヤオートマタ遊んだんですけど、はいはい、いや面白かった。美しいし、すごい美しいです。そう、あの 2B とかね、 9S とかメインキャラクターも出てくるんですけど、はい、2B ちゃんとか、ま、
アンドロイドというか機械がやっぱテーマになっているので、登場人物も人じゃないんですよ。だからフォルムも美しくって、画面でずっとそれ見てるじゃないですか、操作してるし、綺麗な世界を。あ、ちょっとトイレ行ってこようと思ってトイレ行って、鏡に映った自分を見た時に、へえ、化け物みたいなあんな美しかったのにさっきまで、みたいな、そういうとこでも傷つきましたけど。それいや、エンディングがもうね、あ、エンディングが、もう私一回コントローラーを置いて、やっぱね、アナライズはすぐ決められないんで、ちょっと悩みましたね。決められないよわかるかなみたいなことがあったりとか、ぜひでもやってほしいんですけど、なんとね、ニーアオトマタ2017年の作品ということで、もうそんな経ってるんですね。はい、7年か、ね、2月の23日発売、プレイステーション4、Windows、Xbox One、Switch にて発売されておりましたね。ということで、ぜひやっていただきたいなと思います。では続いてお便り紹介していきましょう。コナモンネーム、ノーズキャンセルさんからいただきました。ノイズじゃなくてノーズなんですね。ノーズ、はい。なんちゃん、関、ミヤヌ、こんにちは。こんにちは。こんにちは。コナモンビーツは音にこだわってきた番組ですが、普段皆さんは音楽を再生するとき、どんな環境で音を聞いてますか？私はファイナルファンタジー14スタッフさんも開発に参加したというネックスピーカーがお気に入りです、ということなんですけども、お二人は音のね、音を扱うプロフェッショナルなので、何かいろいろこだわりがあるとか、いろいろシーンによって使い分けたりしているのかななんて思ってる方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、いかがですか？はい、こだわりが少なめの僕の方からいやいや、少なくないと思いますよ。ギターとかいるから、とりあえず音楽を聴くっていう環境でいうと非常にシンプルです。もうヘッドホンですね、インナーイヤーのヘッドホンか、最近はですね、もう動画を伴った音楽、鑑賞といいますか、動画がないと最後までもう聞けないみたいな体になってる部分もあります。現代人ですね。そうですね。なのでその場合はテレビの、あのちっちゃなスピーカーになってしまうんですけど、そんな感じですね。あ、じゃあテレビので普通にテレビにスピーカーつなげてとかやってるんじゃないんですか？ですね、今は特につないでないですね。買ったままの姿で、そうですね、昔は、2.1 ちゃんとかでね、あのサーラウンド的なものも、ありましたけど、今はやってないですね。なるほど、はい。シェッキーはだってどっちかっていうと、ギターに全振りしてますもんね。そうですね、反面というか、そのギターのケーブルであるとか、ギターがを鳴らすアンプの、真空管であるとか、電源ケーブルの銘柄であるとか、その辺は、はい、ちょっと近所では僕の右に出る人がないぐらい凝ってますね。なかなかいないでしょうね。はい、5丁目では僕の右に出る人がいない。いや、だってね、美味しい電気とか言い出すんですよ。美味しい電気、どういうことですか？なんか電気が美味しい？あ、オシロスコープでこの見た時の波形ですよね。美味しい音が出てるかどうかってこと？はい、もう一切のノイズがなく、綺麗なこの制限波といいますかね、それが出てるのは美味しい電気と言われてます。やっぱりそれは高いケーブル使うほどそうなんですか？あ、これはですね、もうその先で、例えばこの社内のスタジオだと、もう電力会社との交渉で、もちろんビルのオーナーとの交渉でもあるんですけど、別電源を引くとか。違うんだ、はい、それで。その制限波にくきってこう、ノイズが乗るんですよ。普通一般のご家庭だと、まず間違いなくノイズが乗ってますね。そうなんだ、はい、で僕はそこはクキってなってる一般家庭と同じです。でもそこから、ね、電気を取り出すためのギターにつなぐ前の電源とかは、そうですね、その電源ケーブルはちょっとね、太すぎても輪っかに負けないんですよね。そんなに太いケーブルがあるんですか？もう 1.5 メートルぐらいですけど。え、1.5 メートルの太さ？いえ、長さがドーン
ドーン。それで一回アンプ鳴らしてみたいです。ね、はい、もう直ですよ、なんか。長さ 1.5 メートルだけど、もう負けないので、うん、もう槍みたいな、ケーブルなんです。すごい。すごいですね。そんなに太い、はい、ケーブルが。なんか強盗とか来た時はじゃあそれで。もう全然殴って、はい。さっき三品になってますからね。あ、結構凶悪な。はい、ね、あうってなりますよ。これでみたいな感じで。1.5 メートルの曲げられないケーブルっておいくらするんですか、はい、これはですね、オーディオクエストっていう、あ、まあこのメーカーっていいんですかね、オーディオクエストのケーブルなんですけど、うん、900ドルでした。900ドル、はい、ドルということは今150円ぐらいか、はい、僕が買った時は120円ぐらいやったと思う、うん、なので10万円前後ですね。10万円ケーブルですよ、ね、ケーブルなんですよ。え、はい、そんなにお金かけて撮ってるのに聞く環境ボロボロってもったいなくないですか。ねえ、何なんでしょうねこの矛盾は。はい、聞くときにね、なんかただね、あのこれ多分僕ね、プロモーターの性質にちらっとあったんですけど、うんうん、自分から放つまではめっちゃ責任を感じるんですけど、一旦放たれたものは、例えばスーパーで天井のね埋め込みのスピーカーでなろうが、うん、すごいオーディオセットで聴いていただこうが、うん、もうそれは全然こだわりがない、自分の手元を離れたらもうそれは人のものっていうことですね。そうですね、ま、離れるまでは自分が聴くときは、自分が聴くときは作る方が満足で、作り終わっちゃったらもう別にって感じですか。まあ、いや別にとはないですがそこまでのこだわりはないかもしれないですね。あ、そうなんだ、はい、すごいですね、うん、面白いですね、はい、ね、演奏とアウトプットに全振りなんですね。うん、そうですね、いやもう本当細かいこと言うとですね、うん、もう一体時間なんぼ言うねんという感じですけど、僕喋り出すと止まらない。あの要はね、ミックスするときにカットされる帯域があるんですよ。例えばギター、うん、まあ、アンサンブルのアレンジの内容にもよるんですけど、うんうん、やっぱり下なんかスパッてカットされたりします、ギターの音色なんかは、うんうんうん、もうそうなるとどうしようもないので、そこはその楽曲のトータルの、はい、バランスでカットしてもらっていいんですけど、トータルで美味しくなればということですよね、はい、ただ自分から放つときはやっぱりフルレンジで聴いても、うん、あ、それはもう 100% のもの、はい、もうあの遜色のないようにって思います、ね、こだわりですね。でもね、そうですね、あのゲーム関係者同士で飲み会とかやるときに、うんうん、ギター弾き同士で語り合いだしたら、うん、3時間ぐらいずっとその電源の話してる、うん、電源とあとシールドケーブルですね。あ、これはもう、お芝居談義と変わらないですね。あ、そんな感じかもしれないですね、はい、やっぱそこなんですよ ね、 ミアヌは僕はね、割とあの聞く方にこだわりを持ってはいるつもりですけどね、うんうんうん、あの何十万の何十万、何十万の何がのスピーカーとかがすごいありますね、うん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 、ありますけれども、あの会社から一応支給されてる、はい、まあ、標準機というか、うんうんうん、まあ、これでみんなある程度揃えて聞こうねみたいなのがあるんですけど、うんうんうん、ちょっとやっぱあの自分の好みとかあるので、うん、なんか、まあ、それはそれで仕事でも使うんですけど、うんうんうん、まあ、そうじゃなくて自分が本当に好きな音で聞こうと思って。へー、それはどんな音ですか。うんとね、うん、低域が閉まって、うんうん、で余分な響きがない、うん、あ、非常にあのフラットな、すっきりした方が好きな感じですか。すっきりした音が好きですね。ああの低域がね、こう、うん、まあ、バスレフっていうのがあるんですけども、はい、そこで増幅をされて、うんうんうん、で実際のスピーカーのサイズよりも大きく低音が聞こえるようにする仕組みがあるんですけど、うん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 、でそれが僕の場合はなんかちょっと邪魔に感じてしまうんですね。膨らましてるんで本当はこれぐらいの、はいはいはい、長さで音が止まっているのが、うん、より長くボワーンと広がったりするので、はいはい、うんうん、それがどうも好きではなくて、うん、なのでそこをあのバスレフっていうのを密閉することができるタイプのがあって、うんうんうん、それをあえて選んで聞いてますね。でそれだとかえって低音が物足りなくなったりすると困るので、うんうん、そこはあのサブウーハーって言って、うん、低音だけを出すためのスピーカーがあって、はいはいはい、そっちで補ったりとかして、聞くようにしてますね。そうなんですね。やっぱシーンによって変えたりするんですか。今はこの気分だから、とか主にはそのスピーカーセットと、もう一個はあのサラウンドのセットがあって、はい、でそのサラウンドに対応しているやつとかを、まあ、ゲーム遊んだり映画見るとかいう時はそのサラウンドの方でやるんですけど、うんうん、
大部分はその日本のスピーカー、ステレオスピーカーで流して、うん、それを自分の中での基準にしてるというか。なるほど、うん、なので何聞くときもまずはそれで聞いて、うん、なんで趣味で聞くときも仕事で聞くときも同じようにしてるっていう感じですかね。なんかね、リスナーさんの中でも自分のその聞く環境をすごい良くしたいって思ってる方いらっしゃると思うんですけど、どっから取っかかっていいかわからないと思うんですよ。どうしたらいいんですかね。確かに、うん、まずは楽器屋に足を運びまくって、なんか視聴しまくるところかもしれない。スピーカーとかイヤホンとか、まあ、自分の好きな好みの音のタイプっていうのをまず見つけることが大事なんですかね。そうですね、うん、キンキンしてない方が好きだなとか、うんうんうん、人によってはカラッカラの方が好きな方もいらっしゃるじゃないですか。そう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 、うん、ここはほんま好みですからね、うん、自分はこのタイプが好きだなっていうのが分かった上で、いっぱい聞く。そうですね、その中で自分の予算で手に届くところから始めて、うんうん、でもしそれをもっと突き詰めたいってなるんだったら、どうやってそこに予算上げようかなって考えてどんどん沼にはまっていくみたいな。まあ確かにちょっといいの使い始めちゃうともう世界変わっちゃいますよね。なんかちょっとね、後戻りできないところがありますよね。私も一番いい状態で聴きたい楽曲を一曲持って行って、それをこうイヤホン視聴でしまくって、リファレンスとしてその音源を、その音源を、素晴らしいですね、この人の声が一番綺麗に聞こえるやつを、もう他はいいわみたいな感じで全振りしてるんですね。そうで差し合ったりしてましたね。参考になるお話ありがとうございました。それでは最後の楽曲いきたいと思います。ファイナルファンタジー9オリジナルサウンドトラックからメロディーズオブライフ、ファイナルファンタジー聴いてください。名を呼ぶ
お聞きいただいたのはファイナルファンタジー9オリジナルサウンドトラックからメモリーズオブライフファイナルファンタジーでした。私9大好きなんです。もうめちゃくちゃ大好きで、このエンディングもなんかあのシアトリズムの動画の方でやった時にもちょっと話したかと思うんですけど、エンディング録画しましたからね、何回も見たくて何回も見たくて、もう毎回永遠の闇を倒しに行ってたんですけど、もうめんどくせえなお前倒すのよみたいな感じになり、そうだ録画できないのかなって言って、ちゃんと当時ビデオで3倍とか標準とかあったじゃないですか、ちゃんと標準で撮って、画質のいい方ね、画質音質のいい方でね、もう何回も見て、このメロディーズオブライフからファイナルファンタジーのテーマソングにこう切り替わるとリリリリリって始まる、あそこがもう涙腺ポイントで、ああとても素晴らしい。そのビデオは大丈夫でしたか？お母さんに消され上書きで。あ、上書きしたのお父さんなんですけど、あ、それはね、それは大丈夫でした。あ、大丈夫。それは大丈夫なんですけど、もうビデオデッキがないですね。ああ昨今だからね、はい、またちょっとやらなきゃって感じですけどね。せっのハワイでの制作エピソードやってありますけど。あ、そうですね、あのちょうどチョコボーの不思議なダンジョン2の、はい、まあ、僕のことをお手伝いしただけなんですけど、それでハワイへ、うんうん、出張に行ってた時に、うん、ナインを、うん、横のフロアで作ってましたね。そうなんですね、はい、あの壁にキービジュアルがもう無数に貼ってあったのが印象に残ってます。天国、いや本当大好きで、はい、いろんなそのポストカードだったりとか、うんうんうん、特典みたいなのを、まあ、当時学生そんなお金もないんですけど、ちゃんとお小遣いをはたいて買ったりしてましたね。めちゃくちゃ大好き。もちろんこのねサウンドトラックも買いました。表面がね、なんとか加工って言って珍しいですっていう、ね、告知文も書いてあって凹凸になってるんですよ、ボコボコで。あ、はい、ちょっとじゃあ立体的というか、なんというか。そうなんです、油絵みたいな感じですね。油絵っていうよりなんかプラスチックの凹凸みたいな感じで、すごいね、なんか絶対に壊してはいけないみたいな感じで大事にしてあったりとか、ね、なんか初回の方だったかな、ついてたビビのぬいぐるみとか勉強机に飾っていたりとか、もういろいろ本当思い出が尽きないのがないなんですけど、はい、
ファイナルファンタジー9は、プレイステーションにて2000年7月7日発売されました。七夕だったんですね。プレイステーション最後のナンバリングタイトルで、ディスクは4枚組でした。いや懐かしい。ディスク変えるとか、今の若者たち、経験がないかもしれない。その後、iOS だったり Android、Steam、PlayStation 4、Switch、Xbox One などなど、いろんなところにね、移植というかされておりますので、はい、私もスマホにもちゃんと入っているし、買い直しもしているんですけどね、全然最初の方だけたくさんやって進められてないんですけど、はい、ぜひプレイしていただきたいと思うゲームの一つですね。というわけで、コナモンビーツラジオ、そろそろ終了のお時間となりましたが、今日の収録いかがでしたか、お二人。そうですね、僕はさっきのオーディオのお話の中で、その好みの音のために、はい、例えばコストを割いて、そのケーブルを選ぶとか、でその標準のケーブルももちろんついてるんですね、商品には。なのでその自分がこれだと思って選んだケーブルと、もともとついてたケーブルと、どれぐらい音が違うのかと、はい、これを、まあ、聞き酒じゃないですけど、まあ、聞きオーディオ機器みたいな。ちょっとどっちが聞き、聞きオーディオ機器、はい、ね、聞きオーディオ製品、オーディオ製品みたいなことをやっても面白いのかなと。確かにスピーカーとかでやっても面白そうですし、はい、それこそケーブル、はい、同じスピーカーだけどケーブル変えたら違うかとか分かったりするのかな、はい、やっぱりどうなんですかね、素人耳にも分かるんでしょうか。私思い込みもあったりね、よくあるじゃないですか、なんかさ、お酒もそうだし、はい、この音周りもそうですけど、そこの音もっと下げてくださいって言われて、何にもいじってなくても、あ、良くなりましたみたいな、 あるあるですね、確かにあるあるですね、それは確かに、それやってませんかって心配になる時があります。私もレコーディングとかしてて、そこの音もっと下げてくださいとかと、あ、なんかいい感じです、変えたみたいな面白そうですね。そうですね、その違いをこうリスナーの皆さんにも、ね、感じてもらえるような何かができればどうかなと思いました。じゃあ宮野は今日どうでしたか。そうですね、なんか楽しくてあっという間でしたけど、やっぱね、自分で手掛けたゲームをやっぱなんちゃんがあえて遊んでくれて、でわーってこう楽しみながらね、やってくれはるのを見るのは、もっと突き詰めたいですね。いやもうでも、ほんまその開発者冥利に尽きるというか、本当ですか、やっぱね、苦労して作ってきてよかったって、ね、すごい実感したので、たくさん皆さん遊ぶと思いますね。ミニゲームなのか、あれが本編なのかそういう時期ありますからね、ミニゲームハマりすぎちゃって、ね、寄り道ばっかでいろんな譜面もあるということで、それもすごい楽しみだなと思いますね。はい、というわけでありがとうございました。はい、ありがとうございました。リスナーの皆さんもですね、番組で流してほしい楽曲などあれば、その曲に関するエピソードなんかも添えて、リクエストメールいただけると嬉しいです。2人のリクエスト会とかもあっても楽しいかもしれないですね。ああ、なるほど、確かに、携わったものからやりましたっていうものから、ね、いろいろ気になりますけども、今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。またコナモンビーツラジオでお会いいたしましょう。番組へのお便りもお待ちしております。お便りは、この YouTube の動画の概要欄に書いてありますので、ぜひぜひそちら宛てにお送りください。それでは皆さん、またお会いしましょう。せーの、またねー。